解説担当のゆっくり霊夢です。聞き役兼ツッコミ担当のゆっくり陽夢だにょん。同じくゆっくりマリサだぜ。皆さんよろしくね。今回のお約束は以下です。なるほどだにょん。ほうほう。そして今回の作品はこれだよ。GA 文庫の天才王子の赤字国家再生術そうだ、売国しようの第一巻だね。著者は鳥羽徹で、イラストはファルマロだね。SB クリエイティブから初版発行は2018年5月31日だよ。この著者は以下の作品も書いているね。オルキヌス、稲口みつるの朝廷生活、幻想神話のドレッドノート。どちらも読んでないので、何とも言えないけど、巻数を見ると微妙みたいだね。本作みたいに10巻まで出ていないこと見ると、そういうことなのかもね。そして、本作品だけど、すごくざっくり言うと、国家再建、ものかな。またクエスチョンなんだ。分類が難しい。英雄譚、って感じでもないし、構成は以下だね。第一章、その名はウェイン、サレマ、アルバレスト。第二章、戦場にて王子は悩む。第三章、杉樽はなお。第四章、心臓。エピローグ。ではそんな感じで説明していこう。やろう。ナトラ王国、大陸の北にある人口50万人程度の小国。冬には港も凍結する特産品もない貧しい国だった。その王宮にて武官、文官の代表が話していた。ナトラの国王が体調を崩して倒れている。また、東の帝国の皇帝も体調を崩しているという。その上、帝国は後継者で揉めているという。しかし王国にはウェイン殿下、16歳、がいた。彼はその年齢にもかかわらず、摂政の座についた。倒れた国王に代わり、政務を取り行うためである。その殿下が従者を連れて現れた。国王の体調を心配していることを見破られたが、自分がいるから安心しろと。また長年国王を支えた家臣もいるのだからと。その両輪が一つの目標に向かっていくなら、どんな困難にも立ち向かえるはずだと励ます殿下。そのような言葉を受けて、奮起を誓う二人。もともと優秀だったが、帝国からの留学から戻って以来、見事に開花した、とかいろいろと褒めていた。お、若いのに優秀だね。家臣をしっかり掌握しているにょんね。そして王子は従者と共に執務室に入り従者にスケジュールを確認した。ニニムと呼ばれる従者は耳麗しい少女であり、年齢はウェインと同じくらい、透き通るような白い髪と燃えるような赤い目が特徴だ。彼女から予定を聞いて、部屋には他に誰もいないことを確認して、国売ってとんずらしてと叫んだ。正直この国の状態はかなり積んでいた。人材はいない。資源もない。資金もない。ないない尽くしだった。少しここでこの国の特殊な習慣を説明すると、このニニムという少女はフラム人という民族で、大陸の西側では迫害を受けていた。いや、そんな生優しい言葉ではなく、人としてすら扱われていなかった。しかし彼らはかなり優秀な民族であり、この国では重用していた。特に王族には必ず一人付き添いがいるようだね。ウェイン王子にもニニムという少女がついているね。外的には相性扱いだけどそんな関係ではないみたいだね。もっと信用しているみたいだよ。ウェインは自分の心臓って言ってたから。すごい信頼だな。この関係はこの作品で面白い設定だと思った。このフラム人はイメージするならユダヤ人と思えばいいのかと、思っている。あくまでも個人的な見解だけどね。なるほど。この感じゃないけど、ニニムのことでウェインはあっさり切れて、他国の国王を躊躇なく始末したくらいだからね。怖。外面は冷静な王子だけど、この件だけは譲らないみたいだね。へえ、それは面白い関係だね。そんなこんなで愚痴っていたら、王女、妹、のフラーニャが訪ねてきた。あ、そうそう、どこぞのヤバい妹と違って、こっちは可愛い妹だからね。いや、あんなのそういないだろ。そうそういたら嫌すぎだにょん。妹が訪ねてきたことで、一瞬で仕事モードに切り替わるウェイン王子。妹にすら、しっかりした兄を演じる苦労が絶えないウェイン王子。たわいもない雑談をしていたが、午後1には帝国の大使が来るとのことだった。帝国は大陸東部における一大国家であり、資源も豊富であるため、他国からの侵略に悩まされたため軍事国家になっていた。そんな帝国からの大使とこれから交渉をしていく、これが新たなる歴史の第一歩になった。って感じかな。
弱小国家がほとんど暴虐だけで国家を安定させていくってのはなかなか面白いね。こう言ってはなんだけど、序盤は何もないから口八丁手八丁だけだからね。戦闘もするけど、弱小国で大きな戦闘なんかできるわけもないので。やっぱり暴虐メインなところが面白いね。この間で戦う隣国との兵力差は、今川義元と織田信長くらいの差があるからね。それが奇襲とかで一瞬で決まるわけでもなくうまく戦っているのは、なかなかいい感じだよ。またウェイン王子の外向きの顔と実際の顔の差もなかなか面白いよ。真の顔、本音を知っているのはニニムだけだしね。外からは年に似合わず老下で視力深い極めて優秀な人物と思われているけど、実際は働かずにグダグダしたいって人だからね。でも、使い分けられるのもすごいよね。だよねー。さっきも言ったけどニニム以外は誰もウェイン王子の素顔を知らないからね。だからこそ、ニニムに甘えてだれるウェイン王子のギャップが面白いんだよね。ギャップ萌え。萌えはしないけど、落差がね。この一巻では隣国の併合が軸となるね。自国より強国だけど、勝ってしまうのが面白い。ほうほう。あ、そうそう。あとね、イラストが可愛い。それは強く言っておこう。そうなんだ。うまいとか言うんじゃなくて、絵が柔らかいんだよね。本のタイトルで面白そう、と思ったけど。イラストが可愛かったから買ったという事情があるからね。あるある、結構重要な要素だよな。ラノベのポイントだにょん。そんな感じでこのシリーズは現在10巻まで出ているね。途中までは読んでいるんだけど、Amazon が割り引いてくれたら続けて買う予定だよ。またそのパターンか。まあね、Kindle ってこの割引になれるとどうしてもね。で、おすすめランクはどれくらい？そうだね、S、A、B、C、D と分けると、A くらいかな。個人的にはかなり面白いと思うよ。へえ、おすすめなんだ。あくまでも個人的だけどね。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、まったねー。